はい、酒好きな 俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、またワインですね。またか。ポリフェノールたっぷり。プラス、有機栽培ブドウ。っていう、値段が500円か600円ぐらいした、ね。まあ、ワインなんですが。酸化防止剤、無添加赤ワイン。有機プレミアム。ということでね。600円で何がプレミアムだよって話なんですけど。まあ、これは札幌ワイン株式会社ですね。札幌。ポリフェノールが 100ml あたり 200mg と含まれてまして、そこら辺の、ワインよりも多分含まれてるはず。で、有機栽培ブドウ 100% しようと。うん、なかなか。ね。まあ、大体、ポリフェノールって、どれぐらい、ね、ワインに含まれてるかっていうのは、ほとんど書いてない場合が多くて。こういうポリフェノールたっぷりとかって書いてあるやつは書いてあるんですけど、うん。ね。厳選した有機栽培ブドウを 100% 使用し、ポリフェノールたっぷり含んだ酸化防止剤無添加ワインです。アロマピュア不製法で醸造した華やかな香りと、お料理と相性のいいコクのあるしっかりとした味わいが特徴です。だそうです。イタリア産有機栽培ブドウ 100%。ね、これ冷やしてます。はい。そしてこちら。じゃーん、これ何かというとですね。これは、チーズ。でもなんかようわからないんですけど、ブルーチーズですね。100g。これ 100g。で、400円か500円ぐらいしましたね。うん。久々にね、チーズにやっぱ、違う。ワインにはチーズだろうと思ってね、買ってみました。高かった。まあ、これとは別にね、俺の大好きな、まあ、カマンベールチーズもね、買ったんですが、それも高かったです。ね、ブルーチーズも大好きなんで。それでは早速ね、これをね、これは、なんか、外国の？イタリアか？デンマークですね、原産国。原産国デンマーク。という、これはなかなか高級な、ね。ブルーチーズ自体も大体高級なんですけど。すげえ、ようわからん、なんか。変なおっさんが書いてあるんですけど。ね。おー！なんか湿ってる、すげえ。なんかこの、しょっぱい。湿ってます。いやー。でもブルーチーズ俺初めて、買ったのは初めてかもしれん。こういう。おお、すげえ、ほら。おお、おお、すげえ、緑色。これですよ、ブルーチーズ。ブルーチーズといえばね、若干しょっぱ、しょっぱいんですよね。塩分濃度が。塩分が結構、あってですね。なかなか美味しい。なかなかっていうかかなり美味しい。チーズの中で一番、俺は、うまいと思ってますね。うん。見た感じでなんか海苔みたいなのがくっついてます。意地汚い俺は、こういう、ほら。うん。あ、なんか、ああ。この変な香り。変な香りって言っちゃった。すごいっすね、これね。ほら、本場の。おぉ。これはすごい。素晴らしい。ということで、まあ、とりあえずワインを飲みましょう。ね。あー、この独特な香り。
いや。とりあえずワインをね、いただき、それ乾杯。うん。ああ、若干甘めですね。うん。うん。若干甘め。飲みやすい。うん。結構。うん。うん。あ、飲みやすいワインだ、これ。割りかし。そんなブルーチーズいただきます。うん。おお、しょっぱい。あ、でも、うん。あーん。あ、あ、これはきついわ。あ、これ俺にはちょっと早かったかもしれん、これは。やばい。ちょっとあまりにも青カビのあれが強すぎて、なんかすんごい匂いがする。すっげえ独特なあの、不臭みたいなのを放ってる。やばいな。これあれか。ちょっと上級者向けすぎた、これは。やばい、おとなしくカマンベールチーズにしとけばよかった。うん。おとなしくカマンベールチーズ だけにしとけばよかった。あ、これはきつい。正直まずい。うん。しかもかなりしょっぱい。うん。あ、これはあれだわ。これ、あ、これきついわ。あ、これはきついわ。あ、これ、うん。うん。うん。これあれだ。早まった。ブルーチーズこんなんだったっけ？まあ俺こんな本場のブルーチーズ食ったことないからな。あ、やべえ、ブルーチーズ、嫌いになったかもしれない。うん。あー、これきついわ。このブルーチーズきついわ。ガチできつい、これは。あ、俺おとなしくあれだわ。俺みたいな人間は多分、ベビーチーズが合うわ。うん。うん、ワイン自体はね、非常に、飲みやすくできてて、うん。できてますね。渋くもないし、そこまで。うん、酸味もそこまでないし。うん。あー、これ、きついわ、これ。マジで。青カビか。あー、これはきつい。ミスった。完全にミスった。まあいいや、これを機に、あれですね。これを機に、ブルーチーズはあれだ。卒業だ。うん。ブルーチーズ風味みたいなのは多分マシだわ、まだ。ガチブルーチーズきっつい、これ。もうね、なんかね、悪い言い方すると、なんか、しょっぱいね、ドブの水みたいな、の味がする。なんか。うん。しょっぱいドブの水を食ってるような。うん。簡単に言うと。うん。非常にわかりやすく伝えると、しょっぱいドブの水。
ドブの匂いがする水を、じゃねえ。ドブの匂いがする食べ物をなんか、食べてるみたいに気持ち悪くなってきた。やばいな、これ。やべえな。まあでもこれで済んだ。これで、ね。これは上級者向けだわ。これはきつい。だって本当に中までぎっしり入ってるもん、これ。すごいよ、これ。見てみ。これね。ほら、中までもう、ぎっしり詰まってんの。この青カビ。これは。うん。これあれだわ。ビールで一気にこう、もったいないけど。ね、300円、400円、500円ぐらいしたけど。これあれだわ。正直これ味わって食べてるとマジで、気分が悪くなってくる。本気で。本気で気分が悪くなる。レベルなんで。これは。うん。あんまり味わって食べない方がいい。これは。ああ、もったいないことしたけど、まあ。でもあれだ。ね。でもカマンベールチーズは美味しいと思う。多分。なんか不安になってきた。不安になってきたけど、まあ。カマンベールチーズは、でもほら、雪印とかでカマンベールチーズ売ってるけど、あれは買ったことあるんですけど、今回買ったのは、ガチカマンベールチーズなんですよね。だからそれがちょっと気になるけど。うん、ガチフランス産ですからね。ガチのフランス産のカマンベールチーズ。嫌な予感がするなぁ。うん。でもこれポリフェノールたっぷりって、これはあれじゃないですか。まあいいや。母の日にちょうどいいんじゃない?ね。いやー、こんなにまずいと思わなかったな。本気で。もう絶対うまいと思って俺買ったのに。わざわざ高い値段出して。買ったのに。まあいいです。これぞ、これも、まあ、ね。これもまた一つ。経験。これも一つの経験ですね。おすすめ度。これは結構、このワインはね、初心者でも美味しく飲めるんではない。でもまあ、ポリフェノールたっぷりって書いてあるから、まあ、長生きしたい人にはいいんじゃないですか。うん。ポリフェノールたっぷりって書いてあるけど、別にポリフェノールの味がどうたらこうたらとか、どういう、まあ、ね、ポリフェノールの味がするとかではなく、ポリフェノールたっぷり入ってるからもっと渋いのかなと思ったんだけど、全然そんなこともなく。うん。やっぱジャパニーズのワインは結構飲みやすいですね。フランス、チリ産とか。以前買った、ね、チリ産の、ワイン。これですね。これ。前飲みましたけど、これに比べると全然飲みやすい。これめっちゃ渋いもん。とにかく。
渋い。もう第一声から渋い。うん。もう、なんか、渋柿みたいなレベル。ぐらい渋い。うん。ということで。4で。全部4じゃないか。はい、全部4です。ね。それではご視聴ありがとうございました。